どうもこんばんは。こんばんは。おはようございます。我々のチャンネルがもうちょっとで6万人達成したということで、おめでとうございます。ありがとうございます。来たね、ここまで来ました。ついにもうなってると思う。多分下絶対なってるよ。6万人になってると思いますよ。ということで今日も質問コーナーをやっていきたいと思います。今日は1万人ごとにちょっとやらせていただこうっていう話です。興味ないよーって人もいるかもしれないですけど、やりたいからやる。ありがとう。ということで最初の質問いきます。ありがとう。どんな教育方針で育てられましたか？おー、教育方針ね。うん、どんな感じでしたか？俺はね、とにかく厳しかったね。どこがだよ。どこがだよ。え、違う？違う違う。矢崎はもう知らない時代よ。子供の時とかもう小学生とかってこと？そうどんな厳しかった？どういう決まりがあった？もう毎日めちゃくちゃ勉強しなさいみたいな。まあでもお父さんが前も話したと思うけど、めちゃくちゃキレる人で、世界の世界の世界のってお父さんが行ったら妹が看護婦さんって言わないとお父さんがブチ切れたりとか、めちゃくちゃ切れるエピソードで話す話じゃないんだ。前半が嫌いすぎんだよな。いや俺マジで厳しくないと思うけど、あ、そう。今でこそ結構もう自然だけど、俺初めてトイレのドア閉めないでトイレする人を見たのが池田の家だったのよ。ああ。でしかもそれを妹とかも笑ってる、マイナスな顔は全くしてないっていう。妹やお母さんが自由な家だなと思ったってこと。そう、確かにずっと裸だった。それ性みたいなのには、ずっと裸だった。性みたいなのには本当お母さんなんか、性なんかだから厳格な家なんてある。だってお母さん一時期俺のことピンクローターで起こしてたもん。あのブーツって。ほらもう全然そういう家なんだよ。どこが厳格な家なんて。大嘘だったじゃん。矢崎んちは厳格だったと。まだ茶道の先生の母親で嫌われてたんだよな俺が。そう、池田くんと遊ぶなっていうほど厳格な家なんだ。ああなるほどね。すごい大事に育てられました。でまあ僕次男なんで結構自由に育てられましたけど、その中でも自由に育てられた。厳格の中でも次男ってのはいいな。温暖地はすごく自由ですよ、そういう意味で言うと。あ、そうなんだ。めっちゃ何度もやらせてくれた。へえ。ギターやりたいって言ったら、もうギターやれやれ、通わせてくれたりとか、ボーカルやりたいって言ったらボイトレ通わせてくれたりとか。確かにそうだわ。本田家に毎月サイダーが届いたもんね。と段ボール。そう、サイダーが。飲み物が欲しいって言ったらサイダーが届いたもんね。本田家に。サイダーのお母さんってイメージだから俺は。のお母さん。そうね、サイダー届けてくれたね。めちゃめちゃ愛されてた。あ、めっちゃ愛がやばい。確かに自己愛は強いもんね。その件あるがいいから。そうね、この自己肯定感の強さは多分家庭が親の愛情、どんな時でも大丈夫だもんだから。それは素晴らしい。ありがとう。関連した質問でさ、子供の頃の夢って何でしたかっていう質問来てるの。子供の頃特集と俺ちょっと言ってこい。子供の頃ね、俺は博士ですか。博士何の何かの何かの博士。何か、まあ白衣を着てる人に憧れてた。なんか白衣を着て眼鏡をかけてっていう人にちょっと憧れてて。それいつ？小学生。小学生の時だからもう眼鏡かけるためにずっと太陽見てたし、目悪くしよう、目悪くしてやろうって。博士の漫画を描いてた。博士の漫画。博士が主人公の漫画を描いてた。絶対に博士になれない。博士になりたすぎて博士が主人公の漫画を描いてた。でも本田も心理学者になりたかったから。心理学者。そう、その小学校の時に。小6は子供じゃないよ。まあ微妙なところだね。まあでも子供だろ。まあな。え、どっち？心理学で絶対に負けない本って、めっちゃ分厚い本が本屋で目に留まって、それはねめっちゃ欲しかったんだよね。確かに本田って人の心を知ろうとするよね、やたら。そう、人の心が好き。そこまで知らなくていいのにっていうのが知ろうとするよね。すごい人の心の仕組みとか、その影響とか考えるのがすごい好きで。いや、分からないのがいいんだよ。いや、分かるはずって。あと絶対に負けない本っていうのが本田らしいな。確かに。腕っぷしはそんな強くなかったから、心理戦で勝とうとして頭で言い負かしてやろうと思ってたんだよな。嫌な子供だな。池田は何ですか？俺はもう甲子園に行くですよ。偉いね。どこからやってたんだっけ、野球？小学校1年生からも。あ、そうなんだ。だからもう甲子園に行けそうなところをさ選んで。全然打ちそうでもないけどな。でもだって中学校はさ、東京で優勝したじゃん。大会優勝した。あ、そうなんだ。そう、すごいじゃん。だからもう甲子園のことしか考えてなかった。もう甲子園に行くぞと思って、学校も選んで高校ラグビー部入った。そうだね。スタート地点にも立てなかったな。
立たなかったんだよ、その選択肢が。中学でやめちゃったもんな。はい、次の質問。はい。本田さんって彼女いるんですか？ああ、もうみんな気になってる。みんな気になってる。みんな気になってないんだよ。でも質問が来たから、答えますけど。答えなかった、そんな答えなかった。いいよいいよ、いっちゃいっちゃい。いや、もうじゃあ、いますっていう。いますか？いるんだよ。結構本田ってさ、友達には全員に言う人じゃん、その彼女いるかどうか隠さないじゃん、っていうのを YouTube の人にもしないのがちょっと意味わかんねえなと思ったの。ああ、うん、そしたらもう、ね、準備言っちゃった方がいいでしょっていう、うんうん、彼女職業とか言ってんやん、これ彼女はあのキャバ嬢なんですよね。そうだね。そうなんです、キャバクラで働いてる方をね、彼女がいらっしゃいまして、おもらしいでしょ、やっぱりおもらしい。それがそう、おごってもらってないのよ。そう、それがね、でも偉いと思う、俺は。こんなもう出してる、でも、割り勘。いやいや、全然いいでしょ、全然いいよ。ついていけるの、そのキャバ嬢って結構豪華な生活してんじゃない？全くついていけないです。なんだから、彼女よりも俺の方が怒ってるっていう。どこで回ってる？俺の方が本当に大事にしてる。それはね、いろいろあるから。確かに、でも最近すごいね、本田いい匂いする。そう、いい匂いだね。この距離感でも全然大丈夫。むしろ本当にいい匂いがね、ちょっと寂しいけどね、匂いがね、ちょっとそう、あの臭い本田に戻ってほしいっていうところもあるけどね。今だけだからな、多分付き合ってるのも。なんでだよ、いつ振られるんだろうな。なんで。いや、まあ確かに、まあ、そりゃそうですよね。もう大丈夫、家に火つけられたりとか、ナイフ刺さったりとか大丈夫？そうなんですよ。よくあるメンヘラ話ね。そうですね、よくあるメンヘラ話してた子は YouTuber になってからまだ付き合ってた子もいたっていう。別の子なんだよね、だから。そう、それ別の子ですっていう話です。その子のエピソードが一番ヤバかった。そうだな、結構ね、消火器で殴られたり。消火器とかね。その子の結構エピソード、なんかでも面白いこと付き合ってるな、いいな。確かにそうだね、確かに毎日刺激がすごい、すごいですよ。ちょっといい家でね、配信とかもしかしたらね、あるかも。まあそれがいつ本田家に戻るのかって楽しみです。その落差に落ちぶれるのかっていうところで、そんな感じでございました。次の質問、はい、もしどこでも行けるとしたら、お松さんの3人でどこに行きたいですか？ああ結構この質問来るな。マジで俺どこでもいいから行きたい。いや俺もそうだな。どこ行きたいの？どこでもいいから行きたい。本当にその感情がね、俺ね、本当に一切わかんないんだよ。どこでもいいから行きたいみたいな。超楽しいよ、行ったら楽しいんだよ。だけどなんか目的があって行ったことしかないから、そのカードゲームの大会があります、じゃあタイ行きますとか。でそれは行ったら楽しいけど、なんかライブがあります、行きます、楽しいね。なるほど。どこでもいいから行きたいって人、マジでちょっと意味がわかんないんだよな。楽しいじゃん。それはでも楽しいよ。目的を設定してくれるのいいっすよ。だから目的は楽しいのことだよ。そうだよ、なんかの行ったら楽しいんだから、何かがあります、そこ見に行こうとかさ。まあそれは多分あるよ。でもどっかもう目的地を設定したら、それをもう違う、え、順番が違うの。目的最初がいいの。目的最初で次に楽しみなの。あれ、今見てる景色じゃない景色が見れるから、それを仲間と、仲間と一緒に体験したいっていうのはある。共有したい。だから画像を検索すればいいの、一緒に見ればいいの、パソコンの画像。うわ、もう今っ子、今っ子だわ。今っ子言わないわ、マジで。あんまり待って。いや、マジ肉感と違うから。で、しかもその感動を共有できるっていうのはいい。仲間、仲間と。仲間っていうのは照れくさい、照れくさいんだね、本当に。もう、まあでもどっか行きたいっすよ。国内だったらどこ、国内だったらどこ行くんだよ、単に言ってみて。キャバクラかな。本田の彼女見たら3人で行きたい。いや、俺と池田が行ける店じゃないよ。5分と入れないと思う、多分。あ、そう、すぐなくなっちゃって。もう国内とか特に興味ねえしな。本当、北海道とか行きたいけどね。北海道行きたい。北の国からのロケ地巡りはしたいな。富良野の方なんだよ、北の国から。そうだよ、そうだよ。ああ、いいね。富良野は全然行きたい。富良野のペンションで北の国からごっこはいいよ。それ行こう。ということで、富良野に決定しました。マジか。富良野か。キャバクラあるかな。それは。はい。ということで、じゃあ、今後とも、いろいろ質問になりましたけれども、面白いものを作っていけるように頑張りますので、バイバイ。この動画を見てくれて、ありがとうございます。チャンネル登録や Twitter のフォローも、お願いします。本田今日のおましちゃんブラザーズあるある、LGBT とかなんかそういうや、あのちょっとデリケートな話をするときに矢崎なぜか不機嫌がち。どこがだよ。チェックしてんだよ。大丈夫かこの発言。緊張してるんですよ。緊張してる顔がすごい不機嫌に見える。チェックしてんだよ、このなんかみたいな顔をずっとしてる。これ矢崎さん、なんで不機嫌なんですかってコメントよく来てる。あ、そうなんだ。チェックしてんだよ。